めっちゃ安いやろ。結構やりますね。女ですか男ですか。そこいります。はい。私だったら腹立つよ。何しとん。今日もニコ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 踊りたい。イエーイイエーイイエーイ。声でかっ。やりすぎ。今日何を数字で価値観を当てましょう。イエーイ。家言うときも何とかなると思ってるよ。イエーイ。まあ、ルールの方がですね、ターゲットまなみちゃん、お題をまなみちゃんがお風呂で長風呂をしましたと、どれぐらい長風呂するのかっていうのを、その予想を私たちが当てるという、どんだけまなみちゃんのことを理解して考えられるかっていうゲームです。いきましょう。イエーイ。私朝寝坊しました。身支度に最短何分かかるでしょう。おお。せーの、ドン。短っ。でもやっぱ男性と女性って結構違う。起きました。歯磨きました。メガネかけました。確かに40分はちょっと盛りすぎたかもしれない、うん、軽くお化粧までいけるかなぐらい。全然違いますね。私のことはこう思ってるってことだよね。私はこう思ってる、うん、だって寝坊してるんですよ。だけどもうやべっていう状態でしょ。いや、私だった場合は20分は早く、朝起きて顔洗って歯磨いて髪、うん、化粧、ね、メイクは全部するんですか。ベースと眉毛、メガネもいる。オークション、絵画、これぐらいの作品ですね、うん、の作品を私はオークションでゲットしました。それはいくらでしょうか。ああ、いくら出せるかっていうことね、その絵に。ビビッときた、うん、でいくらまで出せるか気に入ってるんですよね。気に入ってるんだよね、うん、ビビッときた、ビビッときた、そうです。おお、俺もそこまでないかなと思って2万5000円ぐらいじゃないかな。マジ1万5000円多分5万は出さないよ。そう、いかないですね。多分絵にそこまで興味ないんじゃないかと思って1万円超えるのも高いかなって思って、ね、でちょっとあの色つけまして5000円。せーの、ダダーン。え、5万出す。絶対安いやろ。ちょっと待ってください。ごめんなさい、一回訂正されましたよね。でもほら、インテリアとか好きかな。これいくらまで出せるかってことね。え、あれ、ちょっと待ってください、書き直す。ちょっと待ってくださいね。しました。その時いくらって書いてました。3万5千円。絶対そんな出せないですよ。ほんと出せ。結構やりますね。友達との待ち合わせ、相手が寝坊しました。寝坊しました、はい、何分待ってるか。キクちゃん怒ったとことか見たことない。見たことないね。そう、まあ、それがドライな面見える可能性もあるよね。そう、まあね。女ですか男ですか。そこいります。本当やん。いりますか。男と女でそんな変わってくるの。帰る、あ、もう帰ろうってなる時間。ダダン。20分。あー、40分。もう20、40、60。俺20分、10分遅れてきても結構イラッとくるんじゃないかな。早くない。10分、20分はまあまあなんかちょっとなんか寝坊したんかなって思うやん。30分、40分過ぎたあたりはちょっと心配になるみたいな、うん、なんかあったんやなかろうかみたいな。パッ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 パしてる、うん、待てない、待てない、うん、はい。めっちゃ待たないよ。めっちゃ待たないよ。めっちゃ待つやん。どんだけ待つやん。待ちすぎやろ。スマホの充電が切れるまで。うっそー。待つやん、うっそー。え、連絡一回もないんだよ、2時間も待てる。でもなんか今帰って5分後に着いたとかあったら嫌じゃないですか。え、じゃあ2時間ずっと同じ場所に待てる。いります、います。みんな今飛び出したもんね。電話するタイミングどれぐらいですか。でもそのタイミングが分かんないんですよね。それこそあの、その彼氏の家に行くっていう時に寝てたんですよ、うん、でも家入れないから、うん、待つしかない、ね、でも連絡もつかない、うん、で2時間ぐらい待ったことあります、車の中で。マジで怒んないの、うん、まだ友達と電話とかしてたらね、一瞬だったんで。私だったら腹立つよ。何しとん。目覚ましは設定しなかったから。みんなでじゃあこの4人でご飯食べ行きました。食べ行きました、食べ行きました、はいはいはい、今日私お金出すよ。お金出すよ、はいはい、1人いくらまで出すと思います。まなみちゃんがですよね。まなみちゃんが怒ります。これでどれだけ心意気が分かりますね。ちょっと待って、今私も計算してるから。せーの、どどん。4万円。あ、3万5000円。お、一緒だ。この間それ話聞いたんですよね、俺ね。家族に全部おごってると。へぇー。いいよ、私全部出すよ、つって4万円ぐらい出そう。せーの、ここまで出しまーす。うわー、やばい。太っ腹だ。1回の食事で6万出せるとか。いいとこ行きますよね。もう旅行やん、これ。女子です。女子で。水着癖が。そう、
でもそんな頻度がないからまあいいかなみたいな。ということは店長に1ポイントということで。お題言ってくれてるけど、あなたが彼氏への1回目の誕生日のプレゼントをする金額はいくらか。一番ラブラブですもんね、1年目って。そうだね。せーの、はい。私5万円です。私4万です。あ、そんなに。だって絵に5万出すんですよ。そう、絵に5万。1年目で最初っち言ったから、もうあげたいものいっぱいですよ。奮発するかなと思って。俺逆になんか惹かれそうな、ね、重いと俺なんか感じてしまう気が。ダダーン、ほらー、絵に5万出すの。いや、そうですよ、そこですよ。よく考えて、前の質問、絵に5万出すの。私もそれで絵に5万出すんだからね。絵と彼氏は違う。絵は4万ぐらい。ちょっと待って言ってることがデタラメ。4万だったら5万は言い過ぎた。ちょっと待って、取り直す、とりあえず取り直す今ちょっと。もうはちゃめちゃえ。本当、うちだって逆読みしすぎた。菊ちゃんちらね、引きずられてますね。絵に持ってくれてるよこれ。私はお小遣いを、お小遣い、はいはいはい、いただいてるんですけど、はいはいはい、でも本当は1ヶ月これぐらい欲しいなっていう。いくらでしょう。お小遣いはどこまで含まれてますか。お昼ご飯も今小遣いから、か交通費はない、ね、あ、そう、会社から支給がある。だからこれぐらいあったら余裕があるなって、ちょうどいいなっていうかね。まずタバコが1箱いくらだ。580円。え、高っ。で、今物価上がったでしょ。お昼ご飯も高いんですよね。ドラゴン、高くない何ですか。高くない。結構やっぱその店長っていう立ち位置なので、うんうんうん、結構下の人とかもそれこそお昼ご飯一緒に行ったら、そうだね、なるほどね、っていうのあるかなと思って。3万は少なくない。まあ、タバコ毎日お昼ご飯代と多趣味じゃないですか。フットサルとかゲームしたりオンラインとかやったりするんだったら、これぐらいあればまあ十分かなみたいな。お二人がいます。えぇ、5万円今。あ、今がこれ。そう、もうちょっと奥さんすんませんって感じ。また欲しいなーってなってくるとここに行くっていう。でもこんぐらいあれば考えなくていいな。そうだよね、考えなくていいなっていうわけじゃないけど、ちょっとまあちょっとゆとりがあるみたいな。キャリー賞2ポイント、イエーイ。で、次マスシリーズで、うん、スシローで待てる時間、他の行ってもあります。今日は寿司が食べたい。で、あの残り時間出るじゃないですか。それを見てどれぐらい待てるか。もうついてます。もうお寿司の気分やもんね。そうそう、お寿司の気分やね。食べようって言って。そう、男の子がそれ言ってます。ダラン、1分30秒。1時間半で出てきます。あ、だいぶ待つね。さっきのも考慮してって感じで、うんうん、例えば12時に行って1時までだったら待てるかな。店長が一番短いですね、うん。10分嘘極端やん、極端やん。いや、もう私お腹空いてるのが一番ダメなんですよ。もうめっちゃイライラするタイプ。なるほどね。もうご飯は絶対に待ちたくない。だからもう絶対に予約して。私もまだありますよ、4時間。え、何食べたんですか。超人気のパンケーキ屋さん。すいません、あと3時間ぐらいかかるんですけどって言われて、優勝は天成堂でした。どうでしたか、このゲーム。楽しかったね。やっぱ人出ますね。出るね。出る。画家に5万がまずびっくりしたでしょ。いや、ほんとですよ。あれ、プレゼンさせてください、マジで。あの5万はね、あれ、取り直したい。絶対出さない。画家の5万は結構大きかったよね。いや、大きかったよ。ちゃんも10分しか待たない。10分ご飯は、あれはええやつやね。お腹空いてたらもう、もうすぐもうおこだ、おこです。以上、ニコニコ遊びたいでした。ありがとうございました。